サントリーローヤルは、サントリースピリッツが製造し、サントリー種類が販売する純国産ブレンデッド、ウイスキーの一つである。プレミアムクラスのブレンデッドウイスキーとして、その名を知られており、1899年に創業したサントリーの前身であることぶき屋から数えて、創業60周年を記念して発売された。サントリーローヤルは1960年に誕生。 久し屋の創業者であり、初代マスターブレンダーでもある鳥居新次郎が長年にわたるウイスキー作りの過程で自身が培った香り、味、色の黄金比を体現化した一品である。漢字の酒の作りの部分にあたる鳥の形をボトルに片切り、線を神社の鳥居に見立て、サントリー渾身の自信作として世に送り出される。発売当時はオールドより、 上のクラスのウイスキーとして発売されたため、途方もない値段がつき、一部の富裕層が主に贈答用として買うということが多かったが、やがて1980年代中期以降より、同社が様々なタイプのウイスキーを送り出したことや、また1998年の酒税法改正に伴い値段が下がったことで、一般層にも買うことができるようになり、世間に浸透するようになった。 国産ウイスキーの父、鳥居新二郎の遺作となったウイスキーでもあり、この一品が世に送り出された2年後の1962年、鳥居は、次男の佐治慶三に、後のコトブキ屋の舵取りを頼みつつ、その試行錯誤の生涯に幕を下ろした、ローヤルのコルクセン、ありがとうございます。